さんこんにちは。皆さんこんにちは。ちっちゃんです。さくらです。パパです。今回はカレーです。たけのこの里、シャテです。いちご味、前回ねチョコレートやったんですけどね。シャテラです。いちご味が見つかったんで買ってきました。こんがりって書いてあります。こんがりって書いてます。こんがり焼けた。はい、焼けてみて。開けていきます。これを開けてはかかったら、あー、バタバタバナですね。うん、小分けになってる。これです。うん。あ、こういうの。バナリー。破れちゃった。パパ、もらってもらいました。はい。開けていきまーす。はい。あん、食べちゃうでしょ。うん。食べちゃうし。こんな感じ。チョコレートのやつも結構開けて、焼けてたんですよね。今回のやつもちょっと焼けてますね。うん、まあ本当にこんがり焼いたって感じですね。あ、でも本当にね、手で持ってても溶けないですね。サラサラ感がすごいありますね。うん、ポロポロ落ちてる。溶けないけどポロポロ崩れるみたいな感じですね。しーちゃん置いといて。ね、はい、食べてきます。どんな味かな。はい、あと最後にひっくり食べてみたいと思います。へぇ、うん、美味しいですね。最後の1個、あはぁ、最後の1個いただきます。うん、どうぞ。うん、このね、この土台が美味しい。サクサクしてて、うん、なんかチョコレートも美味しいんだけど、土台っていうかこのスナックのところ、ココアクッキーって言われてるね。ココアクッキーが美味しい。うん、はい、ね、タケノコのことまたまたですよって感じですね。うん、うん、うん、はい。これあとママに残しておこうか。ちーちゃんちょっと食べ過ぎかな。うん、はい。ということで今回もたけのこの里いちご味を買ってきました。はい、はい、ね、うん、うん、おいしかった。おいしかったな。うん、うん、どうやった。楽しかった。ほっぺたがおいしそうやった。おいしそうやった。おいしそうやった。ということでまた次回ね、したいね、何かの動画でお会いしましょう。そう、そう、バイバイ、また見てね。バイバイ、また見てね。